さす、ファイブ王子とさすらいの花嫁にニコニコニコドゥが間もなく公開ということで、ドゥということで、はい、公開ね、公開中のも公開中、はい、上演ですね。はい、そんなわけで本日第2回目は、うん、まずニコニキハギウソ役のニコです。よっ、そしてはい、黄色王子スグルンパ役井上スグルでございます。よろしくお願いします。緑王子プリンス大輝役、大輝役の伊勢大輝です。よろしくお願いします。よし、そして脚本、演出、美術、あと何、音楽、あと写真の湯沢小一郎です。いいよ、たくさん、たくさんいっぱいできる人。さあ、そんなわけで、はい、前回、大輝くんには出ていただいたんですけど、はい、今回、新たなメンバーとして、ファイブ王子の、黄色を担当するスグルンパなんですけども、このメンバーは、まあ、よく絡んでます。まあまあ、そうですね。でも、お芝居で、がっつり。うん、そうだね、舞台上では結構。ここはね、初めて。それぞれはね、あの私の舞台にゲストで、同じ役であったんで、舞台の共演はないもんね。そうですね、舞台上でちゃんと一緒にお芝居するのは初めてですね。うん、なんと、もうなんか切磋琢磨し合って2人。あ、そうだったごめん、気づかなかった。全然僕も気づかなかった。おー、そうか、2人の秘密だよ。ごめん。何それ。そう、なんか今回そこらちょっと気持ち悪い役で、いやいやね、いやいやって言っとこう、ここでは。ニコも女子の中では結構気持ち悪い感じを出してるんで。そんなことない、素敵じゃん。ありがとうございます。いいよ、すごく。まあ、その素敵同士で、素敵同士で火花がバチバチ散ってた。そんな感じなの。そんなに負けてられへんぞ。やるなみたいな、ライバルみたいな。どうですか、今回ニコニコニコに参加してみて。あのね、だからシリーズ1作目をさ、見てる側だったから、まさかその延長線上に自分がいると思わないじゃん。あ、面白いかも。で、なんか見てる側はさ、割とその本人に近い名前の役で出てるでしょ、確かに。それが面白くて、で、今回スグルンパ役ってって思ってスグルンパそれがね、面白い。面白い、スグルンパ、スグルンパ、ルンパ。どうなの、その、ほぼ自分の呼び名じゃん。はいはい。それでああいうちょっと悪の強い役をやるっていうのは、気持ち的にどうなのかしら。いや、全然抵抗ない。抵抗はないですね。あ、本当。全然楽しくやってます。ああ、そうです、はい、楽しそうやもん。なんか自分が発散してるからもし自分がああなったらみたいな。ああ、なるほどね。じゃあああなっちゃうんですか。なっちゃうんじゃない。うわー、強烈だなー。ものすごい強烈なんで、ななもうぜひちょっとスグルンパにもね、はい、お客さんには注目していただきたいんですが、まあ今回大輝くん2回目ということで、はいはい、どうですか、前回より何か変わりました。そうですね、単純に稽古を積んでるんで、まあそれの分だけまあちょこちょこ成長できてるかなとは思うんですけどもね。なんか与沢さんがほんまに言ったら、私もっと長いわよみたいなことを前回。そうですね、そんな言葉になって私もお姉子じゃないですよ。みんなね、私の真似するとき、なんか女言葉なんだよ。なんとなく私って言ってるだけで。あ、そう。なんとかなのよとか言わないよ。なのよは言ってない。言ってない。じゃあ、なんとかだぜって。だぜは言わない。だぜも聞いたことないですよ、確かに。そうか、そうか。それがお好みなら、そうするぞね。今、ズレでしたね、しかもね。かっこいいね。ワイルドなんかグダグダしてしまいましたが、どうですか。うん、まあまあ、本当に、まあ、一個一個ちゃんとやることをやって、はい、まあ、最終的にはちゃんと。結構ね、黄色と緑が。あ、そうそうそう。ペアリングなんだ。そうそう。そうだよね、実はね。そうそう。なんかね、やっとお互い、打ち解け合ってきたかな。なかなかね、一緒の傾向スケジュールがね、なかなかなくて、今までなかった。やっとこう合流できた。やっと合流できたね。これからね、またもっともっとね、スキルアップして、もっとすごくなりますから。すごい親密なポジションだからね。そうですね、はい、もっと距離も近くね。そうだね、一緒に寝るぐらいのね。あ、寝ちゃうぐらいのね。おやすみー、手つないで、手つないで寝るぐらい、そのぐらいの勢いでしょうね。あ、いいね、いいね、ガチガチ。そう、なんかね、稽古中も2人を見てると、うん、あれ、どっちがすぐりやけ、どっちが大輝か、うそ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 う、ちょっとなんか顔の感じとか、ね、あ、そう、だんだん似てきてるの、日々。そっかそっか、うん、やっぱね、そうやって分かり合おうとしてると似てくるよね。なるほどね。おやおや、なんでそのリアクションやおやおや、なんでそんな余裕できてしまったか、なんでそんな余裕ある。おやおや。さあ、どうですか、間もなく本番ですが、はい、はい、そうです。そうね、あの
まあ、いつものごとに本がね、遅れておりまして言っちゃうんだ、そう、ここで一応ふざけてきたところど真ん中にいました。ね、別に書けなくて遅れてるわけじゃないんでね、うん、みんなのいろんな関係性を見ながらこうやっていくのが面白いかなと思いながら、結局お芝居って、まあ、完成したものを見せるんだけれども、うん、作る過程って、まあ、ライブじゃないですか、うん、稽古って、ね、そうですね、だから脚本もライブでいいんじゃねっていう。へー、ロックだ。これは納得していい。でもね、なんかうまくごまかされてるよ、みんな。みんな納得、納得、納得。でも、その稽古してる中で、ちょっと本当に今言ったようにライブ感っていうか、例えばアドリブを入れてみたりとか、うんうん、たまたま間違えちゃったセリフがすごく逆に面白かったりとかっていう。結構ニーコ発信の。そうですね、すごいですね。そういう作り方のその面白さっていうのはあるから、ある意味ではみんなで作り上げている部分も少しあったりっていう面白さは、ある意味怖いですけどね役者としては ね、 そうだね、怖いですけど、で間違えなきゃいいんだよ、まあ、そうだね、うるさいうるさいそんな感じで、まもなく本番ですが、はい、うちら本番毎日何時間も何時間も頑張っております。それは全て皆さんに楽しんでもらえたいためということで、ニコニコニコドゥお楽しみによろしくお願いします。以上、ニコ湯沢ルンバ